ホークスの先発ピッチャーは大関でした。その立ち上がりの投球、源田をセンターフライ、滝沢セカンドゴロ、外崎をセカンドゴロと3人で抑えます。大関投手の立ち上がりの雰囲気は良かったですよね。そうですね、前回に引き続きやっぱりね、いい状態かなというね感じしましたよね。一方のライオンズの先発ピッチャーは竹内、大関と竹内という開幕からここまで無敗のピッチャー同士の対決。まあ栗原選手が今日は誕生日で、最初の打席誕生日祝福される中いきなりヒットは出ましたが、その後が続かず、こちらは竹内も0点で抑える立ち上がりとなります。さらに竹内投手2回の裏の投球です。この近藤選手とのマッチアップは見応えありましたね。そうですね、あのタイミングを外しての、三振を取ったんですけどね、なかなかもっと三振しなかったですからね。カーブで空振りの三振を奪った後、正木と中村晃を抑えまして3人と抑えます。3回の表ツーアウト満塁のチャンスをライオンズが作りまして、この先が浮いたフォークをセンターに2点のタイムリーヒット。ここら辺からね、まっすぐちょっと浮き出したんですよね、あの辺フォークですよね。その浮いたフォークを大関からすると打たれてしまいました。しかし4回の表、先頭の栗山を空振り三振、山村を抑えた後石川を空振り三振、ここから立ち直りの気持ちがちょっと見えましたね。そうですね、リズムに乗ってきた感じはありましたね。4回の裏ワンアウトから誕生日の栗原が今日2本目のヒット。しかし山川がカーブで追い込まれた後ストレート空振り三振、近藤は歓声上がったんですがレフトの頭上を越えずレフトフライ。6回の表、この回先頭にデッドボールを与えたことでピンチになってしまいます。しかし岸をセンターフライ、栗山をセカンドゴロに抑えたこのピンチを切り抜けて、で結局大関投手は6回2失点という結果でした。7回の表、ホークス2人目の藤井がマウンドに上がります。ワンアウトランナーなしから西川にフェンス直撃のツーベースヒットを打たれてピンチになります。しかしストレートで炭谷を空振り三振、そして9番松原をフォークで空振り三振、0点に抑えます。7回の裏、まあ、なんとかこの竹内投手を捉えたいというところで4番の山川から始まるところだったんですが、まあ、ここも3人で攻撃を終えてしまいましたね。そうですね、結局近藤選手は3回目のバッターボックスにも三振、竹内と3度対戦して3打数ノーヒット、今日は2三振でした。そして球数100球超えていたんですが、8回の裏マウンドに立った竹内、ツーアウトを取ってこれで広瀬も打ち取ったかなという打球が野手のミスでツーベースヒット。しかし1番の周東を空振り三振に抑えました。8回投げてプロに入って最多の119球を投じて無失点、5勝目の権利を手にします。9回表ホークス4番手長谷川を攻めまして、ワンアウト満塁のチャンス、松原がセンターにタイムリーヒット、三塁ランナーがホームに帰ってきてこれで1点追加し3対0とリードを取ります。その後滝沢打球としては打ち取ったような当たりだったんですが、高いバウンドになりましてタイムリー内野安打、ツーアウト満塁からのタイムリーでこれで4対0となります。4点リードでセーブシチュエーションではない状況だったんですが、アブレギをマウンドに上げたライオンズ、そのアブレギが2番から始まるところを3人で抑えましてゲームセット。ホークスとライオンズの14回戦は4対0放送席、そしてみぞペイペイドームにお越しのファンの皆さん、今日のヒーローは埼玉西武ライオンズの竹内夏樹投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今歓声も上がってましたけども、地元福岡での初勝利、今の味はいかがですか？そうですね、いつもと違った一味違う、はい、気持ちがあります。今日はプロ最多の119球、8回無失点、ご自身のピッチングどう受け止めてますか？やっぱり無駄なフォアボールを少なくしてランナーを貯めないように気をつけました。そしてこのドーム、まあ、幼い頃から
ホークスのファンクラブにも入っていたというふうに聞いてますけども、そのドームでの初勝利、今どう感じですか？いや、もうとても嬉しいです。そして竹内投手、今日勝ちましてデビューから無傷の5勝、新人左腕としては31年ぶりの快挙ということになります。いや、もうとても嬉しいですし、目の前の一勝一戦一戦を戦っていこうと思います。明日以降も戦いは続いてきます。レフトスタンドに来ている西武ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ライオンズファンの皆さん、いつも応援ありがとうございます。またこれから一勝一勝積み重ねていくので、これからも応援よろしくお願いします。勝ちました。本日のヒーロー竹内夏樹投手でした。ナイスピッチングでした。放送席どうぞ。ライオンズ見事8回無失点の好投で5勝目を手にしました。竹内投手のヒーローインタビューでした。北九州市八幡西区出身の竹内投手、一味違う嬉しさがここでの勝利にはあるという話もしていましたね。そうですね、やっぱり 地元福岡での、ね、勝利ですからね、やっぱりね、いつも以上にやっぱりね、喜びというのはあると思いますよね。新人ピッチャーとしての5連勝というのがジャイアンツ、はい、高木隼人さん以来、で左投げで31年ぶりという質問がありましたけど、これがライオンズの杉山健人さん以来ということで、もう、ね、結構前の、ね、あれですよね、31年ぶりですね、はい、1993年のシーズンの出来事となります。その先輩と並んだということになる竹内投手です。あと負けてないというのはね、やっぱすごい素晴らしいですよね。ですよね、はい、まあ、前回このみずほペイペイドーム福岡での8回と3分の0失点の投球は勝利につながらなかったんですが、今回は好投が勝利につながりましたね。そうですね、やっぱりそういうね、なんていうんですかね、悔しさがあったからこそのね、今日のこうピッチングだった部分もあると思いますからね。結局二塁を踏ませたのは